財界総理と呼ばれた元慶元連会長、石坂泰三石坂泰さん6月3日から1975年3月6日は、日本の財界人、経営者、逓信省を退官、第一生命保険に入社、第一生命保険、東京芝浦電機社長を経て、第二大経済団体連合会会長2月21日から1968年5月24日、経団連会長を4期、12年務めた。経団連会長の異名、財界総理は、石坂泰三を講師とする、肖像位、勲位等、1886年6月3日東京に、石坂義夫、こと夫妻の三男として生まれる。父、義夫は、埼玉県大里郡奈良村の地主の子として生まれ、東京に出て、家庭教師や書記等の仕事をしていた。特に裕福というほどでもないが、平和な中産家庭だったという。尋常小学校時代には2年生ぐらいから、ランプや行燈の下で漢籍の素読をやらされた。大学、中庸、論語などは何のことかわからなかったが声を上げて読んだ。当時牛込には2つしか小学校がなかったが、泰三は牛込北町、相備小学校に入った。同級に大島博がいた。先輩には永田鉄山、歌人の川田純らがいた。その頃は小学校4年生の課程を終わると、中学校を受ける資格があった。小学校5年時に、城北中学を受けるも失敗。6年まで小学校をやり、それなら、城北よりもっといい学校に入ろうと決意し、東京婦人女中学を受験、合格した。1904年、中学を卒業した。その年に一校読法科に入学した。1911年東京帝国大学法科を卒業、逓信省に入省、貯金局に配属された。泰三は、半任間で45円の月給だった。小田はじめの長女由紀子と結婚する。1913年、小石川の原町に家を持った。1914年高等官に昇進し、為替貯金局事務官補となる。岡野慶次郎法制局長官の紹介で、第一生命保険相互会社の矢野常田社長に紹介されたのが起源となり、1915年逓信省を退官し、第一生命に入社し、矢野社長の秘書となる。1916年生命保険事業視察のため、欧米諸国を歴訪、翌年9月に帰国する。1938年第一生命取締役社長に就任する。この年の秋に、丸の内に後に、GHQ の本部ビルとなった第一生命本社ビルが完成している。1947年に辞任するまで、第一生命は中堅から大規模生命保険会社に成長した。なお、GHQ が本社ビルを接収した際には、社長室にある石坂の椅子にはダグラス・マッカーサーが座ることとなった。戦後、吉田茂から大蔵大臣就任を打診されたが辞退している。三井銀行頭取の佐藤喜一郎と東京芝浦電機社長の津森豊次の依頼で、1948年、東京芝浦電機取締役、翌年社長となる。東芝は、当時、大労働争議のため労使が激突し、倒産の危機にあった。あえて火中の栗を拾った形となった石坂は、真正面から組合と交渉し、6000人を人員整理し、東芝再建に成功する。多摩霊園にある石坂家の墓場の横にある石碑には、泰三の功績が年表で記されている。官僚出身の割に、官僚の民間経済への介入を嫌ったが、東芝再建に、官や他勢力の力を借りずに成し遂げたことで、1956年に石川一郎経済団体連合会会長辞任を受けて、後任の経団連会長、産業計画会議員に就任する。1957年、石川島播磨重工業相談役、東京芝浦電機会長に就任する。自由主義経済の原則のもと、官僚の干渉を排除する姿勢や指導力に高い評価を受ける。政治への発言、行動も躊躇せず、1956年には日本商工会議所会頭の藤山愛一郎と共に、鳩山一郎首相に対し退陣を求めた。1960年の60年安保闘争では、安保改定阻止国民会議を中心とする反対運動の盛り上がりによって、アイゼンハワーアメリカ大統領の訪日が中止されるという緊迫した状況を受けて、経団連など経済4団体が時局に対する共同声明を発している。安保反対の先頭に立った浅沼稲次郎の暗殺事件に際して、暴力行為は決していいものではない。だが、インテリジェンスのない右翼の青年が兼ねて、安保闘争などで、浅沼氏の行為を苦々しいと思っていて、あのような事件を起こした気持ちもわからないではない。と実行犯に同情的な発言をしたため、問題視された。1957年に、アラビア石油会長に就任。1960年、1964年、東京オリンピック資金財団会長に就任。1963年日本工業クラブ理事長に就任。1964年、日本は経済協力開発機構に加入。それに伴い、産業経済諮問委員会にも加入し、石坂は美薬日本委員長となり、積極的に資本の自由化に取り組んだ。同年に小泉進三の後を受け宮内庁参与に就任。また、ボーイスカウト日本連盟総裁となる。1965年昭和天皇の御前で講義を行う。11月に三木武夫通産大臣の要請で人選が難航していた日本万国博覧会協会会長を引き受け、1970年3月の大阪万博開催にこぎつけた。1975年88歳にて死去。死後3月14日に正三位。勲一等旭日東華大綬章を追贈される。菊、石坂金成、石坂幸喜、石坂貞義、堀江悦之助、松江、鈴木作太郎、定、石坂義雄、石坂泰造、由紀子、祖父江久治、石坂銀吾、石坂幸郎、石坂光雄、石坂次郎、綾、石坂恒雄、林明、林、妻、由紀子を通して、間野武史と義兄弟、桂太郎、井上三郎、井上光貞、井上薫、千代子、伊達宗則二良義則、明子、春子、北白川宮義久親王弘武氏、石坂和義、石坂大輔、石坂泰造、石坂康夫、石坂康明、石坂康彦大谷真紀子、由紀子、石坂信夫、石坂信也、小田はじめ、藤子智子、厚子、間野武史、三浦雄三、美佐子、下山誠一、下山徳次、茂木克彦、茂木孝也、朝子、石坂泰造、石坂康夫、中村忠志公衆、石坂康明、明子、富山根尾谷真明子、富井正明、祝、上村康忠、和子、上村幸五郎、渋沢栄一、渋沢正夫、渋沢昭一、ありがとうございます。